大学1年生の春といいます。倉川春といいます。初めてなんでお手柔らかにお願いします。まあ、多分知らないと思うんですけど、ドロップスっていうバンドがいまして、今は活動休止してしまっているバンドなんですけど、のドロップスっていうバンドのカモメのベイビーっていう曲をやります。レモン色した夏が過ぎて、帰り道は忘れてしまった。目が覚めても何も変わっちゃいないのに。持ち主に生きてるから、いい音してるね。そうそうそう。
弾く人によってこんなに違うのかな。いいギターだったよね。どうしようね。いろんないいギターだった。最初思ってるギターだけど。大学は何を専攻してるんですか。日本文学をやってます。おお何言っても思わないんだけど。枕の創始。枕の創始、今は何だろう。まあね、あれ、これのギターも俺あのギターいい音、いい音ですね。いい音したんだね、あれね。本当は初めて知った。2曲目、グリムスパンキーっていう、あ、知ってますか。はい、知ってますね。バンドの曲で、ベルベットシアターっていう曲がありますので、それをやります。曲は知ってない。ぜひ好きになってもらって、グリムスパンキーを。キャロル・キングとかやろうかなと思ったんですけど、練習をしてないので、今日は
があればやります。なのでエレファントカシマシっていう人が、エレファントカシマシっていうバンドのボーカルの宮本浩二っていう人が今ソロをやっているので、その人の曲を、はい、エレファントカシマシ、あ、そうです、エレカシの人です。夜明けの歌という曲です。夢見る人、私はそう、ドリーマー、あ、そうだ、旅人さ、月の夜も強い日差しの日も、歩みを止めない、忘られる思い出も、空の青さも、全部全部この目に抱きしめたい、私の好きなこの世界、時に悲しみに打ちしがれて、
こんな感じにしてます。